こちらはミサノワールドサーキットマルコ・シモンチェリーです。 MotoGP レースが今始まろうとしています。サーキットの映像でご覧の通り、本日の天気は極めて良好です。
まもなくレースディレクターよりパルクフェルメにて表彰式があります。しかしまずは最終結果です。
レースに勝利し、選手権のポイントも25点獲得しました。この選手にとって素晴らしい一日となったことでしょう。